一気にいけば3位から変化をさせて打ってくるのですごく嫌なサーバーだと思います。ポイントはデンソーです。これで6点差狙ってたと思います。はい、ここでまず1本切りの中心という選手、半々ぐらいで入ってるんですけど、最初はそれでチームワークどうなのかなと思ってたんですけど、はい、演奏の井上も上げることができませんでした。ここはうまく決めています。15番のナベアです。そしてこのナベアはサーブもいい選手です。あーノータッチエース、ここで一つ来ました。ですが今シーズンリーグ3位なんですね。そうですね、綺麗に決まったと思います。ナベアのサーブが続きます。あーサービスエース、しっかりコースに入っていた。ブロック、リバウンド、もう一度ナベア、ナベアが決めています。知れないです。はい、速攻、今いい形、この形嫌ですね。そうですね、出身、入団2年目です。ミドルブロッカー、センター線の返し、速攻、ここでまたサンティアゴを使ってくる、押し込んでいった。ここでサンティアゴ、井上美咲、このセットはスタートから井上美咲、15番のナベアです。そして堀江が行くフェイント、井上琴恵が上げたボール、ナベア、ここはうまくフェイント使っていきました。こういったコーナーをしています。ナベア速攻使ってきた。ワンハンドで上げた、チャンスです。速攻、サンティアゴ、このアタック決定率はリーグ3位です。クロス、強打決まりました。アジア枠での入団です、このチャン。速攻、もうどんどん使っていきますね。いいサーブになった。ナベアブロック、ここで埼玉で、これから試合は第3セットに入るという話もありましたが、はい、特にやっぱ後半が強いですね。しっかり点数で決めてくる、ミスをしないっていうのがすごく、どうする井上美咲、堀江ワンタッチかけた、田代はどう組み立てる、バックアタック、ネットを越えていないんでしょうか。埼玉、ブロックですね、3と、もう少し離してあげたら、アタッカーがしっかり打ち分けもできるし、ちょっと普段の田代の、レフトから速攻、ここで乗れなかったところで入ってきて、そこから勢いが出てるので、でここで22番のジャンです。よくリバウンドフォローしています。堀江ジャン、ベトナム出身、中本、バックアタック、ジャン止められた。サンティアゴです。もうちょっと増やしていったらいいのかなと思います。速攻使ってきたサンティアゴ、声を上げています。ツーアタック、止められた。ここでもブロック、繋いだ。
さあチャンス、サンティアゴ、井上美咲、サンティアゴ速攻。そうですね、ちゃんと自分が助走できるようにしっかり速攻、シュシダにまたフェイント、今度は止めていった。ポイント、再び3ポイントリード、埼玉上尾。ジャン強打、いや力強いですね。しっかりセッターに帰る、ブロック、リバウンドよくフォローした。田代はどう組み立てる、ジャンフェイント、あよく相手コートの穴よく上げた、青柳が上げたボール収集にある、拾った、田代はどうする、ジャン決まった。あーちゃんがいいですね。そうですね、途中というそうですね、速攻使ってくる、ここで使ってきました、センター線、サンティアゴ、マッチポイント、埼玉上げ、井上琴恵が上げている、ジャンフェイント、堀江、